昭和の歌姫として知られ、音楽だけでなく、当時の若い女性が髪型を真似するなど、社会現象にもなったのが松田聖子さんですよね。当時の彼女の人気は、テレビで見ない日はないほどの熱狂ぶりで、アイドルとして最も成功した芸能人です。彼女は1962年3月10日に、 福岡県久留米市荒木町で生まれました。彼女のお父様は社会保険事務所に勤める公務員で、お母さんは八女市の出身。お母様の姉が院長夫人だった甲羅大病院で生まれましたが、難産で生まれた時には過死状態であったそうです。しかし、幼少期は太っていたという聖子さん。 なんと周りから豚まんじゅうと呼ばれてからかわれていたみたいです彼女は久留米市立荒木小学校を卒業後久留米市立荒木中学校に入学しテニス部に所属その後中学卒業後の1977年4月にカトリック系の久留米親愛女学院高等学校に入学します キリスト教研究部に入部し、熱心に聖書の勉強に励んでいたようです。なんと、行事のたびにみんなの前で聖書を読む、女神という役職に選出されています。また、この頃から歌手に憧れを持つようになったという聖子さん。大ファンだった郷ひろみさんのコンサートが、 福岡で開催される旅に見に行ったことがきっかけでした。高校を入学した春には福岡で開催される低築新人歌手オーディションに応募したものの二次審査で落選。8月には第2回ホリプロタレントスカウトキャラバン九州大会にも応募しましたが書類選考の第一次審査で落選。なかなか デビューできなかったようです。その後は1978年の高校2年生の時にミス・セブンティーン・コンテストの九州地区大会で桜田純子さんの気まぐれビーナスを録音したテープを送り予選を合格。福岡市民会館で行われた九州地区大会で優勝したのです。しかし、 両親には内緒で応募していたそう。全国大会の出場を果たしましたが、厳しかったお父様の承諾を得ることができずに、全国大会を辞退します。しかし、九州地区大会で聖子さんの歌声を聞いた CBS ソニー制作部の若松宗夫さんにスカウトされました。そうして、 1979年にはサンミュージックプロダクションのオーディションを受けるために上京社長や男性社員は彼女に対していまいちな反応を示しましたが彼女の歌声を聞いた女性幹部社員が推薦したことで見事合格そして契約を結ぶこととなりましたそのため聖子さんは 1979年7月に歌手としてデビューするために上京堀越高等学校に転入します社長は卒業してから上京するように言っていたようですがどうやら聖子さんは卒業を待たずに上京したようですねそして1980年2月に資生堂の洗顔クリーム エクボの CM イメージソング歌唱に起用され、4月1日にイメージソング、裸足の季節で歌手デビューします。その時、聖子さんは18歳。当時のアイドルとしては、やや遅い年齢だったみたいです。お父さんが反対していたこともあり、なかなか説得することができなかったようなので、 このことが原因なのかもしれませんね。その後、4月から NHK 総合 Let's Go Young にサンデーズのメンバーとしてレギュラー出演が決定。同年9月には葵さんご章の曲で TBS 系ザ・ベスト e 10にて1位を獲得しました。12月にはこの曲で第22回 日本レコード大賞賞賞、の新人賞を受賞第31回 NHK「紅白歌合戦」にも初出場しましたその後にリリースした曲も続けて大ヒットし聖子さんの人気はうなぎぼりとなりますさらに可愛らしい仕草や容姿も注目されるようになり彼女の女の子らしいヘアスタイルが 聖子ちゃんカットと呼ばれ全国の若い女性の間で大流行するように影響力は凄まじかったようですねまた彼女は海外にも進出しています1985年にダンシングシューズで海外進出を果たした聖子さんは1990年にシングル曲 All the Way to Heaven, The Light Combination など、海外で発売しました。The Light Combination は、カナダで2位を獲得するなど、ヒットします。日本では報道されていませんでしたが、結果を残していたようですね。そして、同年の11月、31枚目のシングル曲、 We Are Love から再び日本に拠点を移して活動を開始32枚目のシングル曲「きっとまた会える」からは作詞だけでなく作曲にも取り組むようになりました新しい聖子ワールドを展開しましたね1992年のアルバム「1992ヌーベルボーグ」から 1998年のアルバム Forever までの計6枚は、聖子さんがセルフプロデュース、全曲作詞作曲が基本となり、シングル曲でも数々の曲をヒットさせました。ちなみに2020年の松田さんの人気曲ランキングは、5位、私だけの天使、エンジェル。 4位、青い珊瑚礁3位、スイートメモリーズ2位、風立ちぬ1位、赤いスイートピーとなっています CM などで流れている曲も多く、どれも聴いたことのある人気の曲ですね伸びやかで透明感のある歌声に癒されます そんな聖子さんですが、プライベートでは3回もの結婚を経験しています。彼女が最初に結婚した相手は、俳優の神田正樹さん。1985年、大人気アイドルと大人気俳優のカップルということで、当時、この話題が世間では持ちきりになっていましたよね。 しかし、お互いに忙しい毎日を送る中で、少しずつすれ違うようになります。そして、お互いが不倫をするようになり、1997年1月に離婚を発表しました。しかし、離婚して1年後の1998年5月に、聖子さんは再び世間を賑わ,わせます。 なんと娘の神田沙也加さんが通っていた歯医者の医師、畑野博之さんと結婚を発表したのです。なんと交際2ヶ月というスピード婚でした。結婚を決意した理由として、ビビビッときたと述べており、この言葉が世間で話題となり、ビビビ婚と呼ばれるほどでした。 しかし、2年半後の2000年に離婚を発表。さすがに3回目の結婚はないだろうと考えていたところ、2012年の50歳の時に、川名博正さんとの結婚を発表。川名さんは慶応義塾大学の医学部教授で、現在も医師として働いている超エリートな方だそうです。 2年の交際期間を得ての結婚でしたが、交際していた当時、河奈さんは既婚者でした。松田さんとは不倫関係にあったのですね。河奈さんは妻と離婚し、その後に松田さんと結婚したので、略奪婚と言えますね。3回の結婚、そして2回の離婚、 聖子さんは多感な時期からアイドルとして活動を始めて名前が知られるようになりました普通の人が恋愛を経験する時期に仕事に励んでいたことからこのような結果になったのではないかなとも思えましたしかしこの経験が彼女の大ヒット曲を生み出すきっかけになっているのかもしれませんね そんな彼女の年収はなんと3億円とも言われていますどうやらコンサートやディナーショーで稼いでいるみたいですクリスマスのディナーショーの本数最多は聖子さんの23本とも言われておりチケットは5万円ほどビルボードライブ東京で行うライブチケットはなんと 8 9500円とのことです。また、CM で2800万円、映画で1000万円、ディナーショーで2000万円を稼いでいるとか、アイドルとしての人気は現在も健在しているようですね。現在もなお、聖子ちゃんワールドを保っていて、 その若さと美しさには感心します。松田聖子さん、これからのさらなる活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。